国際工業バス反応営業所。国際工業バス反応営業所は、埼玉県反応市柳町10の6に位置する、国際工業バスの営業所である。反応駅北口をターミナルとし、反応市、日高市、入間郡諸山町、東京都大梅市を運行する路線を所管している。このほか、文社庫として、旧、名り村の中心から北に進んだ県道沿い。 上殴り三百六368-7、殴り車庫を構える。反応、殴り地域の路線の歴史は、大正時代に、柏木第八元橋藤太郎、入間自動車紹介なる個人事業者によって、運行されていた路線に始まる。いずれも、反応から殴り側、入間側に沿って、殴り方面に向かう路線で、この後に、埼玉県議会議員へ当選する柏木の経営を、 経て、1951年に設立された、殴り臨在交通に引き継がれた。その後、同社の下で、間の方面への路線延伸が行われた後、1957年に、タクシー会社、反応自動車が同社を合併して、社名を、反応交通と改めた。1959年10月26日、国際工業が反応自動車を買収し、 反応営業所が開設された。殴り村に国際工業バス殴り営業所も設置されたが、1964年10月17日に反応営業所が現在地に移転した際、殴り営業所の管轄系統と所属車両が集約され、殴り営業所は廃止されて殴り出張所となった。反応交通より継承した路線は、 反応駅殴りやまぶし口など旧系統が存在していたが、1961年には早くも路線が新設され、池袋駅から川越駅、反応駅を経由して殴り村関税温センターまで結ぶ急行運が開始された。この頃には他にも有馬野への路線が休日に運行されるなど、観光客の利用を当て込んだ路線がいくつか存在していたが、 1960年代に入ると、マイカーの普及や、渋滞の悪化によって利用が減少し、長距離路線は次々に分断、廃止となった。一方、1970年代には、郊外住宅地造成の波が、反応営業所の管内にも押し寄せ、西部反応、日高分譲地、東急駒武蔵台の入居が始まった。これにより、反応駅や高来駅、 駒川駅などから両住宅地への路線が開設され、従来の山岳ローカル路線に加え、ニュータウン輸送路線を抱えるようになった。その後、1986年に有馬の川をせき止めた、有馬のダム、殴り湖が完成し、1990年代にダムのあぜに、カヌー工房や村営温泉施設、沢並みの湯が開業したことにより、名栗村は再び観光地として、 注目を浴びるようになった。これを受け、反応営業所では1997年に、反応駅湯の沢線の、沢並の湯乗り入れを始めるとともに、グループ会社の岩手県交通で保存されていた、ボンネットバスを再生し、沢並号として観光シーズンに、反応駅殴り方面の路線で運行することとなった。沢並号は2002年まで運行され、この間に、 かつてのような有馬の渓谷までの運行が季節限定ながら復活した。1995年1月、唯一の他営業所との接続先であった西浦和営業所川越文社庫が閉鎖されたことにより、反応営業所は国際工業バスの他営業所との路線とは接続しない飛び地状態での営業となった。2006年に、 埼玉医科大学保健医療学部が開設されたのに、伴い、反能駅駒川駅線を延長する形で、埼玉医大までの路線が開設された。これにより、営業エリアは、埼玉県入間郡諸山町にも拡大されている。当時この地域では他に、路線バスが運行しておらず、地域住民の貴重な交通手段として、重要な役割を担っていたが、2007年4月1日より、 イーグルバスが高萩地区から埼玉医科大学国際医療センターへの路線を開通したことで競合となる国際工業バスでも既存路線増改などの改正を実施し埼玉医大線においても埼玉医大国際医療センターへの乗り入れを開始したその後2017年3月31日に埼玉医大国際医療センター関連も含め イーグルバスの一部路線廃止が行われている。また2008年7月30日には、同社営業所として、最後となる IC カード乗車券、パスもシステムが導入され、これによって、国際工業バス全営業所、一部路線を除くへの、パスも導入が完了した。2012年4月9日、国際工業バスは不採算を理由として、反応営業所の閉鎖。 所管路線からの撤退を検討していることを公表したが2014年3月末までは運行を継続するとしていた。公表を受け、反応市では国際工業の撤退後のバス路線についてコミュニティバスやデマンドバスへの転換、国際工業バス以外で埼玉県内でバス事業を行う事業者への貢献を検討した。しかし、いずれの方法も採算が合わないこと。 国際工業バスでも反応、日高地区周辺の他事業者3社へ後継を打診したが、全路線をそのまま引き受けられる業者がないこと、仮に転換したとしても減は避けられず、パスモなどの IC 乗車券が使用不可になる降参が大きいことなどからいずれも断念。結果として撤退するとされていた2014年4月以降に、 ついても赤字路線の補填やスクールバス運行に関する検討を継続させることを反応しが行うことなどを条件に従来通り国際工業バスが運行することで合意し2013年8月1日に協定書を締結した2015年以降一部路線で減便や廃止など見直しが行われている2014年5月16日より1年間限定で 反応駅反応瓦、市役所前、反応高校間において、ワンコインバス、通常運賃大人100円、小20円制度の実証実験を開始している。現金、IC カードどちらでも適用される。反応市では2016年、平成28年4月15日付の市、公式サイトおいて、ワンコインバス制度の運用を2017年。 平成29年5月15日まで延長すると発表した。半能駅から東半能駅を経由し、入間川に沿って上流の名繰り地区へ向かう。枝番系統はすべて日帰り温泉施設、沢浦日の湯を経由して運行される。この内飯01からには国際工業は最長距離を走り、全長は約 30km にも及ぶ。 反応交通からの路線上等を受けた当時は、湯の沢よりさらに奥の山伏口まで達していたが、その後湯の沢までに短縮されている。東反応駅は下り便、殴り方面のみ、駅前広場に乗り入れる。2004年9月1日より、メッシ礼に深夜バスを設定した、平日の23時台1便運行。この殴り車庫は、もともとは、 反応営業所が開設された際に国際工業バス殴り営業所として設置されたが1964年10月17日に反応営業所が現在地に移転した際に殴り営業所の管轄系統と所属車両が反応営業所に集約されたために反応営業所管轄下の殴り出張所噴射異なったかつて営業所であった名残から停留所や方向幕は現在でも 車庫と表記案内されているものの同所には、所属車両はなく、現在では、日中の殴り地区の運用での待機場、及び早朝の反応駅方面、名号、湯の沢方面の殴り車庫始発運用に充当する車両の夜間停泊として使用される。1990年代までは、車庫の廃車係と、湯の沢バス停付近の境外道路での折り返し、路上会を行う専門の車掌。 誘導員が常駐していたが、反応営業所所属車両へのバックアイカメラ取り付けが進んだこともあり、どちらも無人化された。2017年6月16日、上赤田組赤交換にエコスマイ停留所が新設された。この路線は、ニーデラ、中沢間に共愛道路が存在するため、2012年3月15日まで車掌が乗務していたが、 車両へのバックアイカメラの取り付けが完了したことから、翌3月16日からワンマン運転となっている。中東、成績今日泊まりの飯連後は少数のみ、土曜、休日は、始発と最終のみ運転。反応駅から西側に向かう路線で、東反応駅を経由しない路線。終点の西部反応日高は、西部プロパティーズが開発した西部反応。 日高分譲地の住宅街。岩根橋を渡って、自家地区方面に行く。殴り方面とは違ったおまきのある、山あいローカル線で、南高来小学校付近と、南高来より先は、道幅が非常に狭い。途中、県道28号を走行し見過ぎない、西部バス反応営業所も所在、クリーンセンター付近で、同社路線と交差を縦断。 下畑成木一丁目四角では、都営バス、大梅支所管轄との乗り換えが可能であ。なお、この系統は、成木一丁目四角付近で、反応担当路線では唯一東京都内に、国際工業バスで唯一東京都区内以外である、大梅市を通る。1955年の開通で、当初は畑トンネルを経由して間の間で運行していた。 畑トンネルを走ったのはこの路線が最初ではなく、戦前は、武蔵野鉄道、現、西武池袋線の前身の大梅反応線が、通っていた。しかし、西武は戦後この経路での運行を止めたため、当時の殴り臨在交通が畑トンネル経由での、運行を復活させるべく新設した。2017年6月16日、赤根峠入口、クリーンセンター間に、 ミ杉台6丁目停留所が新設された。2018年5月16日、一部の便が大河原工業団地内への乗り入れを開始した。主に大型連休時において、真野地区でイベントが開催される際には、臨時便が運行される。反応駅から高来駅、近着電、駒川駅方面へ向かう路線で、全系統で東反応駅を経由しない。 メシ12から2は、半能駅から北進し、コマニュータウン地区を半時計回り、北から南へに周回運行する。循環方向は片方向きのみであるが、滝不動高来駅の区間では、依頼線が南から北へ向かい保管している。メシ30は、当初1便のみ走る深夜バスで、高来駅を経由しない代わりに独自区間である、赤坂公園。 脈公園経由として設定されたが、2015年4月6日のダイヤ改正により、ごく一部の時間帯ではあるが、通常料金で往復運行もされることとなった。医大11.31は埼玉医科大学病院と日高市、反応市を結ぶ路線で、多くは埼玉医大への通学利用や病院通院利用者となっている。 埼玉医大保健医療学部埼玉医大館では、川越観光バスの東諸駅埼玉医大線と並走するが、定期券などは自社線内のみ使用可能である。2013年12月24日のダイヤ改正より、駒川駅と埼玉医大医療センターを結ぶ医大12から2が新設された。平日の埼玉医大下校時間帯における一部の便を快速に振り返ることで、 輸送の速達化を狙った。なお、医大11から2と医大12から2は、埼玉医大保健医療学部の休校日は運休する。反応駅から東反応駅を経由した後に、南柳市営住宅方面へ向かう短距離路線。2015年10月16日の路線改変で循環化した。2018年11月8日より運行開始。 定期券や一日乗車券は使用不可。反応営業所では、南高来、原始城、反応第二の各小学校によるスクールバスも担当しているが、そのスクールバスに系統番号を付与している。学齢後を除くこれらの路線は、反応駅舎もはたかんでた路線が経由しない、独自経路となっている。運行時刻は、 各小学校の都合に合わせて流動的に決めており、一般客の利用はできない。学齢には、停留署名としては存在しなかったものの、かつての西武自動車、現、西武バスが、反応駅を運営期間を多数運行していた時代に、並行経路として、反応市青おろし付近にある、清川橋を経由していた。西武バスの路線はすでに廃止しており、現存及び、面影を残すのは、 メシ41、半能駅南口、カジバ岩蔵温泉東大梅駅、川辺駅線のみである。廃止された学齢市以外は、国際工業バスが発行する路線案内には掲載されておらず、営業所管内の系統図に掲載しているだけである。他の営業所の一般路線用車両同様、すべて、イスズ自動車の車両であるが、阿賀野地区、スクールバス専用車で、 譲り受け者である、日野、d s e が一台在籍している。1997年を最後に近年は、新車導入がなく、NOX 法の関係や車体をすりやすい、山岳部を走ること、また減価消却費圧縮のため、他の営業所から定年式の車両が連続している。2003年3月には、淡路交通から1995年式の U、 LV324M が遺跡8501の車番を与えられた。車内の座席配置は、淡路交通時代のものをそのまま化粧し、二人がけシートに補助席も備えるなど、在来車とは仕様が大幅に異なっていた。当初は一般路線に着くことが多かったが、高年スクールバス専用車に転用され、2009年、 中北バスへ移籍した、のっしろ営業所に在籍。2007年までは一部中型車を除き、すべてイスズキュービックの大型車での運行だったが、2008年5月に、イスズエルガのスロープ付きワンステップバスが埼玉東、営業所から、転属、主に埼玉へ代関連の運用についていた。その後徐々に置き換えが進み、2013年に、大型車はすべてワンステップ車となった。 大型車のうち1台、9501KCLV380 リットル回、元への電バス、2000年式ワンステップ車は2013年12月に、国際工業バス創業時の塗装を復刻して、白と焦げ茶のツートンカラーに塗り替えられた。その後、経年のため2018年3月25日の、さよなら運転を最後に引退し、国際工業において33年間活躍したい鈴。 キュービックの歴史に幕を下ろした。また、アニメ、山のすすめの、キャラクターイラストを施した、ラッピングバスが3台存在する。2015年4月より、バス全面行き先表示 LED では、原始場、東半応駅、クリーンセンターなどの経営地が追記されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。